ねえ、この間のサザエさん見た？ああ、見れなかった。どんな話だったの？なんかサザエさんがマッチングアプリ始めた話だったよ。嘘でしょ？そんな話サザエさんでやっていいの？あ、ごめん、これ僕が夢で見た話だ。どんな夢見てんだよ。僕サザエさんの次回予告好きなんだよね。ああ、あれでしょ、さて来週のサザエさんはっていうやつね。そうそう、あれ僕もやってみたいんだけど、やっていいかな？え、ああ別にいいよ。マイゼンシスターズバージョンでやるから。ああなんか面白そうだね。じゃあやってみるね。オッケー。さーて来週のマイゼンシスターズはマイキーです。この間美容院に行きました。どんな髪型にしようかなと思ってお店に入って気づいたんだけど、僕髪の毛生えてませんでした。えへ。さて次回は J1TNT で自爆、J1 男気のマグマタイム、J1 エリトラ壊れて落下の3本です。来週も見てくださいね。じゃんけんティーン。なんだよこれ。え、なんで全部僕が非同盟に会ってんだよ。ちゃんと動画作らないとね。嫌だよそんな動画。っていうか初めの髪の毛の話何？え、絶妙にダサいよ。いや触りとして大事でしょ。もっと気の利いたこと言ってよ。え、分かったよ。じゃあもう一回やってみるね。オッケー。さーて来週のマイゼンシスターズはマイキーです。この間公園のベンチでクッキーを食べようとしてたら落としちゃったんだ。がっかりしたけど、その後ゼイチ君にあげたら喜んで食べてくれたからよかったです。さて来週は、ちょっと待てよ。え、あのクッキー落としたやつだったの？あ、そうだよ、美味しかったでしょ。ふざけんなよ、落としたクッキー食わすんじゃねえよ。でも喜んでめちゃくちゃ食ってたじゃん。それ知らなかったからだろ。じゃあ次からは落としたやつあげるのはチョコだけにしとくよ。チョコもやめろ。じゃあもう一回いくよ。しっかりやってよ。さて来週のマイゼンシスターズはマイキーです。筋トレしようと思って腹筋をしてみました。上を向いて寝転んだら甲羅が邪魔で起き上がれなくなっちゃったんだ。だからそのまま冬眠したよ。生きててよかった。間抜けすぎんだろ。さて来週は J1 村人ゾンビに食われる、 J1 腐った肉で早食い、 J1 奈落に突き落とされるの3本です。またひどすぎる。来週もまた見てくださいね。絶対見ねえよこんなの。見てーって、ちょっと殴るなよ。どうだった？最悪だよ。もう一生冬眠してろ。ええー、じゃねえよ。なんだよそれ。マスオさんの真似。似てねえよ。やめろそれ。だからやめろって言ってんだよ。やめろ。もうやめてくれもう。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたら